います。どうも山本山山太郎です。というわけで今日もやっていきましょう、ときメモ。見てください、左奥フォトフレームにりょうたくんの写真を入れられるということを聞きましてですね、入れてみました。よっ、ストーカー。これ完全にストーカーの所業なんよね。大丈夫ですか、こんなことしちゃって。前回は文化祭を終え、まあちょっとね、好感度上げるのが難しい、好感度というか親密度やったかな。スキンシップを試みるもなかなかハートが出ずくじけそうになりましたが、あれから私メンタルを鍛える旅に出ていました。嘘です。いやでもメンタルはやっぱり保っていかないといけない。これから何があるかわからないけれども、男の子たちに嫌がれることがあってもめげずにスキンシップしていこうと思います。今日もたくさんスキンシップしていけたらなって思ってます。ときメモルーティーン、星座占いのチェックから入ろうかな。今週はまあ勉強と健康がぼちぼちですね。まあ勉強しときますか、行ってこーい。さあ月曜日、変わらず今週は勉強しておきたいんで、勉強のパラメーターが上がればいいな。学力上げてこう。さてそろそろ帰ろうかな。あれ、あそこにいるのりょうたくんだよね。せっかくだしおしゃべりして帰ろうかな。りょうたくん何してんやろう。なんかやっぱ学校ではりょうたくんと同じクラスっていうのもあって会うことが多いよね。うわ出ました、このカット。何か気づかないか。え、何それ、髪の毛切ったとかそういうこと。ちょっと待って待って待って、アイブロウペンシル変えたんだみたいな、そういうこと。りょうたくん、え、どうしたの急に。もしかして香水変えた。ほら何か違うだろ俺。え、気になることないか。でもりょうたくんはさ、香水とかつけてなさそうじゃない。柔軟剤の香りであってほしいなみたいな。あ、すいません、願望が入ってしまいました。気になること、りょうたくんの髪が伸びて目に入りそうなのは気になるけど、なんかいきなり強制的にスキンシップ出てきた。ちょっと待って待って待って、このスチル違います。もしかして今までと私が気づいてないだけで違います。だいぶちょっと身長伸びた。りょうたくん、もしかしてだけど 0.1 センチ身長伸びたの気づけとかいう身長ですね。りょうたくん、おっと、おい、口で言えばわかるって。ハートが散らばりました。これは合ってるってこと、身長が 0.1 センチ伸びました。でもまあ当たり。え、少し髪切ったんだ。よく気づいたな。そっちやったわ。え、まあね、ほら山本山も動揺してもうてる。山本山もきっと思ってたんやろうな、身長が 0.1 センチ伸びたっていうの。へ、お前意外と俺のこと見てるのな。合格。それはもうね、部屋にりょうたくんの写真飾ってますから私。長くて気になったことは黙っておこう。逆、びっくりするぐらい逆やったな今。髪の毛長なってると思ってたら短くなってたんかいって。あ、そういえばもうすぐミカルちゃんと誰混ぜてもた、ミチルちゃんとヒカルちゃん融合してもた。ミチルちゃんとヒカルちゃんの誕生日だ。プレゼントをどうしよう、買いに行きますよ。ちょっと待って、ミチルちゃんとヒカルちゃんについて私全然詳しくないかも。また当てずっぽうや。プレゼント何がいいかな。うわー、何がいいやろ。これは一人ずつ選ぶってことなのか、それとも二人に同じものをあげるってことなんか。だって今みちるちゃんひかるちゃんとか書いてないもんな。二人にあげるものか。私駄菓子めっちゃ好きなんですよ。小桜餅が一番好きなんですけど、これもらったらめっちゃ嬉しいな。あの二人はおしゃれなんですよね。うわ、桜色のチーク、もしかしたら自分的にこの色は使わへんみたいなあったりするかもしれへんやんか。コスメがプレゼントの定番みたいになってるかもしれへんけど、案外私コスメ選ばないんですよね。でも何がいいか分からへんから、タオルハンカチえんちゃうか、色違いの。これでいきます、無難。え、もう私ある二人に好かれたいから無難なプレゼントでいくからね。色違いのタオルは双子ならではやんか、やからいいと思うんですよ。頑張って渡すぞ、喜んでくれたらいいな。今週は健康運がめっちゃんこいいので運動でもしてこようかな。それでは行ってきます。よし、順調にパラメーター上がってんな。これもうあげる、あげれるプレゼント、あ、来た。みちるちゃんとひかるちゃんはいた、喜んでくれたらいいな。みちるちゃん、ひかるちゃん、マリー、二人ともお誕生日おめでとう、おめでとう。覚えててくれたの、超嬉しい。当たり前ですよ、ちょっとリサーチ不足ではあったんやけどね、二人の欲しいもの。これプレゼント、気に入ってもらえるといいんだけど。ありがとう。メルシー、マリー、大切にするね。どう、この反応はどうなんですか。割と喜んで
もらえたみたい態度に示すな。割と喜んでもらえてみてて、もう体全体で喜びを表せ二人とも何が良かったんだろうか。桜色のチークかな。いや、案外駄菓子の詰め合わせやったんかもしらへん。まあまた来年あるからね。来年こそはとびっきりのプレゼント用意しておくから待ってて。今日祝日なんや。そして新着メッセージ届いてる、読んどこう。アルバイト情報また来てる。おしゃれなカフェの接客スタッフ、喫茶アルカードってとこらしい。いやまあ今ちょっとまだ本屋さん頑張りたいし、いくくんにも会いたいからさ。あれなんやね、いくくんっていっくんって呼ばれてるんやね。わしなんかさ、可愛い子を見たらちゃん付けで呼びたくなっちゃっていくちゃんで呼んでたんですけど、いっくんなんですね。いっくんね、いっくん、はいはいはい。まあ彼も本当に危ないよね。このときメモに出てくる皆さん本当になんか魅力的すぎて、みんなイケメンすぎて、私はどうしたらいいか分かってないんですけど、まあ乙女ゲームってそんなもんですよね。みんな私のこと惚れ誘おうとしてくるからね、もう悩ましいところですけどね。とりあえず今はまだ一君に会いに行きましょう、本屋さんで。これなかなかね、どうやって会いに行くんか分かんないんですけど、まあいいでしょう。そしてレディースファッションメルル大輪バラ振袖、卒業式の時期になってくるから、この時期って振袖着ることがあるんか。1月成人式やからとかそういうこと関係ないか。だって高校生が舞台の話やもんな。まあでもここでは今モード系の振袖が売ってるっていうお知らせでしたね。この辺は特に何もなくやな。ちょっとお買い物でも行ってこようかな。一人でブラッと出かけんの私めっちゃ好きやからさ、出かけてくるわ。セクシー系のお洋服買いに行きたいんですよ。セクシー系のお洋服はメルルに行ったらいいんやったかな。ちょ、行ってきます。いらっしゃいませ。いつ三影先生とデートする時が来るか分からへんから用意しとかなあかん。うわ、ちょっと待て、大丈夫ですかこのお洋服。これお洋服やんね。ランジェリーとかじゃないよねこれ。なんかこっちはヘルシーな感じするけど大丈夫かな。私これ購入して、これ三影先生とデートする時着ていこうかと思ってるけど大丈夫ですか。ま、これさすがにセクシーやろ。買っとこで、アウター、かわいい。27リッチか、いいお値段するな。あ、これもセクシー系かな。わからへん。どの服がどういう系統なんか全然わからへん。あ、そして振袖や。うわー、めっちゃかわいい振袖。高い、195リッチ。うわ、買えない。でもさ、いつかのために買っといた方がいいんかな。私卒業式のために買っといた方がいいとかある。高校の卒業式で振袖着るって聞いたことないんですけど。ドレスもあるよ。あら、かわいい。これセクシーやろ。ドレス一着持っとく。楽しくなってきた私こういう奇世界系のゲームとかも大好きなんですよ。どうしよう、何買ったらいいかわからへん。セクシーやろこれは。ほんでドレス、これやったらお金足りひんのか。どう、これでどうちょ、一回カゴ見てみよう。この3点入れてます私これでもな、ボトムスどうするか悩むから一旦やめるか。よし、じゃあこれで買います。ありがとうございました。うわー、またや買い物しすぎです。でもこれでセクシーなお洋服買えたんじゃない。うん、いいお買い物できたかも。これで三影先生もいつ頃や、早くデートしたいな欲望丸出しで生きてんな。そしたらあとはアクセサリー、耳行ってみようかな。可愛いアクセサリーあるかな。おしゃれ、ゆっくり見てくださいね。おしゃれ。今月はね、ネックレスがラッキーアイテムとは書かれてたんやけど、もう今週が終わっていってしまいそうなんよな。あ、ブレスレットとか買っとく。バタフライピアスか、これでもセクシーなんちゃう。両方買っとけ。はい、あ、なんか入れたな。またええやん、メガネも買っとこうぜ。ってことで、はい、買って帰ります。ありがとうございましたさすがに買いすぎかも。はい、お買い物できた。お、さてそろそろ帰らないと。あれ、あそこにいるのは、おっと、マリー、たまちょっと、心の準備が。こんな勢いよと私、三影先生とデートするときに着たい服買って三影先生と帰り道で会ってしまうんですか。なんてこったい。ちょっと待ってミチルちゃんとなんで一緒におんの。え、ちょっとジェラシー。ミチルちゃん、三影先生こんにちは山本山は私のこんな思い知るよしもないもんね。私今こんがらがってるよ。なんで二人一緒におるんやろうって。よ、お前も元気そうだな。はい、元気です。二人で何のお話してるんですか。気になるよね。ねえ、マリーは
冷やし中華って知ってる？むしろ好きみたいなとこあるね。うん、やっぱりそうか。三影先生とたまたま会ってね、好きな食べ物の話になったの。あー、たまたまだったんや。とっても美味しいでしょ。みちるちゃん食べたことないの？え、そうなんだ。三影先生は冷やし中華が好きなんですね。はい、メモ。冷やし中華、はい、冷やし中華、はい。ああ、キュウリやトマト、夏野菜との相性も抜群なんだぜ。わかります、わかります。あ、たまらんですよね。私、あの錦糸卵が乗ってるのも好きなんですよ。そしてなんて言っても、あの冷やし中華のだし、タレかかってるの、あれ本当に美味しいですよね。ああ、学食のメニューにないのが幅学の唯一の欠点だ。それは追加してもらわないとダメですよね。私が作りましょうか。なんなら今から家来てもらったら作りますんで。本当に学食のメニューにあればいつでも食べられるのに。そしてみちるちゃんは食べたことないんや。もうじゃあ2人してうちキーや、作る作る、全然作る。2人とも学食のリクエストボックスに清き1票を頼むぜ。はい、任せてください。三影先生、どんだけ冷やし中華食べたいね。はい、私も食べてみたいし、ヒカルにも協力してもらいます。みんなで協力してね、冷やし中華作ってもらおう。じゃあ頼んだぞ。はい。三影先生、もっと票が必要だ。何せの三影先生、生徒使って自分が食べたいもの学食に置いてもらおうとしてる。三影先生、みんなに協力を頼んでるのかな。可愛いな、可愛らしすぎるよな。そうみたいね。でも三影先生がそこまでするなんて。冷やし中華、ますます楽しみ。ちょっと待って、冷やし中華でこんな話題広がると思ってなかった。私、みちるちゃんの期待のハードルがすごく上がっちゃってるけど大丈夫かな。え、そんなん言われたら冷やし中華食べたくなってくるやんな、今日の夜ご飯。いや、まさか三影先生に会えるなんて思ってなかったですね。そして本田くん、いっくん出てきてしまうんですか、ニックネームチャンス。え、ちょっと待って待って、私もいっくんって呼んでいいかな、あかんかな。いく先生。いややわ、その小文字のえ先生が私本当に嫌ですね。ラーメンくん、どうした？本の虫。ちょっと待ってくれ、この辺のあだ名が癖強すぎて、どうしよう。ダーホンはこの間言っとったもんな、文化祭で。え、じゃあでも呼びたい、私も。いっくんって呼んで許してくれる？いけ！うわ、ちょっと待って、これは一緒に帰ろうからよ、やっぱり。何回踏んでいこう？いっくん。お、俺に何か用？よし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 、第一関門突破しました。そしてこの次ですよ、今日一緒に帰らない？うん、いいよ。今日は用事もないしね。ありがとう、一緒に帰ろう。よかった、それじゃあ行こう。微笑ましいわ、二人で一緒に帰ってる。もうすぐ期末テストだね、忘れてる私。そんな時期ですか。確かに冬休み前は期末テストありますもんね。もうちょっと勉強頑張っとかなあかんかもしらへん。そうだね。可愛い言い方。そうだね。え、本当に可愛いね君、余裕だね。そんなことないよ、今回の試験範囲もどこか知らないし。え、いっくんはどんなタイプなんかな。ちゃんと勉強して頭がいいタイプなのか、案外授業中不真面目やけど勉強ができてしまうタイプなのか、それとももうがっつり勉強してませんタイプなのか、どうなんですか。え、だって俺教科書はもらったその日に読み切っちゃうから。おっと待て、天才タイプかもしれへんこの子。その後は試験範囲とか関係なく、興味のある部分しか読まないんだ。あ、そっちか。え、でもこういうタイプ天才か。どういうタイプなん、ちょっと気になるやん。こうしてどん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 気になっていく。う、もう次元が違うみたい、天才なんかもしらへん。あー、いい時間やった。ちょっと知れましたね、いっくんのことね。今週も健康がいいということで、今週もしっかり運動していきます。もう引き続き運動していくからね私。ちょっと待って、運動しすぎて学力のパラメーター下がってる？大丈夫ですか？あ、そういえばもうすぐ矢之介くんの誕生日だ。プレゼントどうしよう。矢之介くん何が好きな？プレゼントはもちろん買いに行くけれども。うん、急いで買いに行かなきゃ。どうしよう、矢之介くん何が好きなん？プレゼント何がいいかな。声が変わるヘリウムガス。あー、なるほどな。まあ矢之介くん役者やからこういうの面白がってくれそうよな。役者になる100の演技術。うわー、こういうのどうなんやろ。矢之介くんは矢之介くんなりのやっぱりこう演じ方っていうのがあると思うから、本読んで学ぶっていうもんではないのか、それとも本とかしっかり読み込んで自分の中に落としていくタイプなんか、どっちなんやろ。そしてこれ何、羽ばたき市観光マップ。何、羽ばたき市に住んでるんやんね私たち。いる、これめちゃくちゃわからん。矢之介くん
んですか。でも私的にやっぱりヘリウムガスがいいかな。ヘリウムガスをもらった矢之助くんの反応を聞きたいですね。これでいく。これでプレゼントは OK。 よし頑張って渡すぞ。喜んでくれたらいいな。喜んでくれると思うねんな。ヘリウムガスおもろいやん。だってちょっと誰呼び出したの。山本山、私聞いてへんって。いきなり呼び出してるけど誰呼んだんそれ。ごめんね、呼び出したりして。あー矢之助くんやった。それで矢之助くんやった。お誕生日プレゼント渡すんやった。矢之助くん今日お誕生日だよね。これプレゼント喜んでくれ。ああなんだかすみません。いいお声ですね。矢之助くんキャラクターボイス福山潤さんなんですね。そうだ、いい声ですわね。開けてみて。来い頼む。来い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 。 おどうかな。いいです、すごく僕らしいしあなたらしい。すごく嬉しいな。にやけが止まらない。こんなに素直に感情表現してくれる、なんて可愛いこの子。ちょっと失礼します。矢之助くん、あらまあどうしよう。こうしてまた気になる人が増えていくんですよね。大切に使わせてもらうよ。どうもありがとう。やったー、こんなに喜んでもらえることある。ヘリウムガスめっちゃ嬉しいねんけど。すごく喜んでもらえたみたい。よかった。やった。あ、そして本屋さん、あ、待って待って、いっくんって呼んでるやん。山本山、ニックネームチャンス成功したからいっくんって呼び出したん。おいおい、いっくんが考えた紹介文好評だな。ちょっと待って、さっき矢之助くんといろいろ喋ったと思ったら次またいっくんやわ。あ、もうあっち行きこっち行きしてます。私今日も安定にフラフラですね。大人は高校生の自分に、高校生は明日の自分に会える本か。ほう、本田くんのポップいいよね。いつか君にもお願いするよ。やっぱでもさ、いっくんは天才型なんかな。こういう興味を引くような文考えれるってことやもんな。私にもできますかね。あ、はい、いっくんみたいにはできそうもないけど楽しそうだな。山本山いいやん、その楽しそうやなって思う気持ち、それが大事なんですよね。はい、私はどこポジ、どっから目線、いつもなんか親から目線で山本山ちゃんのこと見ちゃうんですけど。あら、いいね、思い出すな最初会ったこと。お疲れ様、いっくんの紹介文好評だって店長が褒めてたよ。そうなの？少女コミックだったからちょっと心配だったけどよかった。あー、もう可愛いね君。そうなの？とか言うの何？恐ろしい。私も読みたくなったかも。大人高校生の自分に、高校生は明日の自分に会える本。うんうん、試してみてよ。ちゃんと明日の君に会えるかさ。いや可愛い、ときめも沼やねんけど。ひー、みんな攻略していきたいんですけど、どうしたらいいんですか。いっくんは会えたの？ま、俺はなぜか君に会えたんだ。不思議だよね。ちょっと、いっくん人たらしなんじゃない。好きになってまうやん、そんなん言われたら。どういうことなんだろう。どういうことな。山本山ちゃんとちょっと恋バラした。今日は前回やった DNA 構造の続きだ。ちょっとさ、今体感温度ほんま5度ぐらい上がってますって。どんだけたくさんみんな出てきてくれんの今回。はい、授業ですね。覚えることたくさんあって面倒くさいが、まあそういうもんだと思って諦めろ。三影先生のためならば覚えてみせましょう。これは三影先生の授業を受けましたよ。あ、受けてますよですか。おっと、なんか学園生活始まった。校庭にぎわってるな。他のクラスが授業でサッカーやってるみたい。ヒイラギ、頼む。矢之助くんや。矢之助くんのクラスなのかな。おお。山本山、窓から覗ける、そういう座席ですか。山本山どうした。そして矢之助くん、あらまあ、おい大丈夫かよ。かわいい。何？大丈夫？矢之助くん。でも今のゴールですよね。活躍してるやん。ああ、シュートはヘナチョコだったけど、いいコースに行ったな。矢之助くん運動あんま得意じゃないんかな。初めて決めた。勢いで転びましたが。おめでとう。山本山、その様子窓から覗いてたんかな。なんて可愛いんだ矢之助くん。よかった、矢之助くん怪我してないみたい。
ちょっと待ってくれ。私は争って喧嘩しないでください。本当に三影先生も柳介くんも落ち着いてください。なんか夢見てる？私幻覚見てるかもしらへん。あ、先生。あ、先生じゃねえよ。つまんないのはわかるけど、ちょっとはこっち見ろって。ほんまにさ、やっぱ三影先生が好きなんですよ私。もうなんか喋り方が好きやねんな。もうドキがムネムネです。本当にギュンが止まらないですね。ちょっとはこっち見ろって、はあ、いつだって見てるんですけどね。ちょっと今矢之介くんを確かに見てしまっていました。可愛いな矢之介くんっていう眼差しでね、彼のことを見ていました。すみません。いや、三影先生、いや見てるんよ私は一番三影先生のことを。気づいてほしいね矢之介くん。とんでもないよ山本山。三影先生に行ったり、一君に行ったり、矢之介くんに行ったり、亮太くんにも行ってるからね今日。山本山とんでもないよ、これプレイガールすぎるよ。あ、矢之介くん、さっきゴール決めてたね。矢さん見てたんですか？初ゴールです。おめでとう矢之介くん。そしてそういえばさ、私最初に呼ばれ方さ、分からなさすぎてヤーとマーにしたんやったっけ。だからヤーさんって呼ばれてんねんな私。ヤーさんって呼ばれてんのなんか面白いな。うん、おめでとう。ありがとう。でも授業中よそ見はいけませんよ。あ、矢之介くんにもバレてた。え、はい。甘酸っぱー、甘酸っぱすぎる。何これ、楽しいイベントでしたね。いやー、三影先生の授業を受けながら矢之介くんにうつつを抜かし、そして三影先生にちょこっと叱られる、いいですね。ちょっと先にこの辺見ようか。12月に入りました。羽ばたきニュースから行きましょう。4日間の歳末セール開催、ショッピングモールにあるブティックジェスにて12月の毎週末にセールが開催されます。ほう、全品 35% オフ。行かなあかんかも。毎週日曜日ジェスね。ちょ、買い物、うわ、さっき買い物してしまったからお金がないかもしらへん。まあまあ、これはちょっと覚えときましょう。密かな人気、2人だけの海辺の散歩、これはデートスポット開放されました。澄んだ冬の空、優しい潮の音、2人きりの時間を過ごせると密かに人気が高まっている臨海地区のスポットが羽ばたき市の海辺。冬の寒さを理由にちょっぴり距離を縮めてみてはいきます。でも三影先生が誘えないんですよね私まだね。実は穴場、森林公園でスケート体験、毎年冬の季節に開かれる羽ばたきスケートリンク、必要なものは全て借りられるので手ぶらで行けてしまうのが嬉しいところ。スケートも行けるようになった。そしてスキー場も行ける。ゲレンデではいつもより彼氏彼女が魅力的に見えると聞いたことはありませんか。ゲレンデマジックね。冬の羽ばたき山でいつもとは違う一面を見せちゃおう。アクティブな2人におすすめのスポットです。運動系が好きな子とやったら一緒に行ったらいいんか。結構こうデートスポット開放されたんちゃうこれ。じゃあ映画公演スケジュール見ときましょう。海牛物語、もう映画毎回面白そうなんよな。一緒に魔法の解き方探そうか。海より綺麗なものと交換なら。だけど少年と海牛の不思議な出会いが世界の秩序に関わる大事件に発展。世界に誇る日本のアニメーションが新たなる傑作を生み出した。ちょっと待って、なんだか誠みを感じますね。あの深海の、はい、深海の誠さん味を感じるんですけれども、見に行きたいですね。で、イベント公演スケジュールは羽ばたきロックフェスタ。ほう、幅フェス、幅フェス。勝手に幅フェス言ってねえけど。あー、いいなー、ロックフェスね。これ音楽好きな子と一緒に行くのいいんちゃうか。そして星座占いは、まあ、今週は行楽がいいってことやから遊んどこっかな。で、道ひかルーム、さあいよいよ年末です。クリスマスに大晦日、年明けは初詣。あ、そういうことやん、忘れてた。初詣でも振り袖着るよな。それで振り袖やったんや。ってことは初詣誰かと一緒に行くイベントがあるってことやんな。195リッチやろ、足りなすぎるな。これは来年に期待ですね。めちゃめちゃいろいろ買わなあかんやん。みちるの一言、あ、みちるちゃんの一言のところにさ、大きなクリスマスパーティーがあるのって書いてるんやけど、学校でクリスマスパーティーやんの。ちょっと待って、どうする。楽しみなイベントがたくさんの12月かもしれへん。クリスマスにはパーティードレス、年明けには晴れ着、まるでファッションショーね。そういうことか、あのドレス、そういうことか。お金めっちゃ使いました。12月でこんなお金使うと思わんかった。やらかしてるかもしれませんが、ドレスくー、買いに行けるかな。すっごく楽しみ。お姉ちゃんの新作ドレスのデザイン、光るお気に入りだよ。
え、待って、ミチルちゃんドレス作れるんですか？お得意なんですか、そういうの？どこに行けば買えますか？すごすぎません？ありがとう。じゃあ豪華な TPO 以外のおすすめアイテムを紹介します。レギンス、ブルー、ストール。あー、全然持ってないアイテムですね。まあちょっとこの辺のものを取り入れられるようにドレスとか見に行ってこようかなと思います。さあ、いろいろ情報を得たところでもうちょっとだけ進めようかな。じゃあ今週でも休んだ方がいいかも。ストレス溜まってるんでゆっくり休んでおきます。うん、しっかり下げてこう、ストレス。はあ、待って、期末テスト来た。山、机の上にそんな涼太くんの写真を置いてうつつ抜かしてたんじゃない？テストや、めちゃめちゃテストや。うわー、それでは山、期末テスト行ってきます。初日の試験科目は語学。よし、いい出来かも。山、勉強頑張ってたもんな。2日目の試験科目は数学。来い。ああ、よし、りょうたくんも2人していい出来やん、私ら。3日目の試験科目は社会。頑張れ山、頑張ってるやん。ようやった。4日目の試験科目は芸術。いいやん、めっちゃ優秀かも。5日目の試験科目は家庭科。家庭的なところを御影先生に見せよう。はい、来ました。山、頑張ったわ。これお疲れ様。打ち上げ行こうぜ、打ち上げ。テストの結果が張り出されてるみたい。見に行ってみようっと。ドキドキ。ちょっと待って、一個一個整理させて。え、まず山太郎、77位、おめでとう。めっちゃ順位上がってない？めっちゃ頑張ったやん。かなり上げたで。平均点80点以上やろ、山、これ。そしてみちるちゃん、やっぱ賢いんやな。ちょっと一旦下見るな。矢之助くん、かわいい。赤点取ってね、矢之助くん。教えたんで。山が教えたんで、これ。そして、ま、りょうたくんが賢いのは分かってたけど、やっぱ一くん天才なんやわ。こういうキャラクター、ほんと好きです。勉強しなくても点数取れちゃう系。いや、好きです。よく少女漫画でもあるやんか。授業中寝てんねんけど、先生に当てられて、パッて答えちゃうみたいな。IQ 高すぎ、頭の回転早すぎみたいな子。その展開です、これ。恐ろしいね、一くんギャップ。まあこんなもんかな。こんなもんかなじゃないよ、山、ほんまにおめでとう。すごいよ、前回よりかなり平均点上げてきたもん。頑張ってたんよな。なんか私も頑張ろうって思うわ、りょうたくん。いや、お前って成績だけは平凡だな。平凡はやめて。頑張ってんから平凡はやめて。褒めて。私褒めて伸びるタイプやからさ、褒めてくれへん、りょうたくん。あ、りょうたくん、なんかほら、お前らしくないっていうかさ、面白くない。りょうたくんは山のことちょっといじりたいなみたいな感じなんかな。おい、もう私こう肘でりょうたくんにおいってやりたいわ。もう微笑ましいな、ま、この2人。うん、もっと頑張ろう。いやー、よかったですね。期末テストの結果でこんなに盛り上がると思わなかった。こんな盛り上がる？めっちゃ面白かったな。いやー、楽しいですね、ときめも。というわけで、12月はイベントが盛りだくさんで、私もどうしようかなと思っているところでございます。次回、クリスマスパーティーに初詣まで行ってるかもしれませんね。楽しみに待っててください。今日見ていただきありがとうございました。ほなまたね。バイバーイ。